闇の眷属たる私が新たな肉体へと三度目の転生を果たしてから幾ばくかの時が経っていた。女王であり、騎士であり、そして黒き獣でもある私は、今生においてもまた何の変哲もない人間として日々の生活を営んでいる。ちゃん、そんなに一生懸命何を書いているんです？忘れてしまったのかしら、おばさま。我がマナは専用の堕天聖黒猫、間違えないでちょうだい。やれやれ、他ならぬおばさまから受け継いだマナだというのに、一体どうしてしまったのねえ、玉木おばさま。いいえ、先代の黒猫よ。お願いだから、先代って呼ぶのはやめてください。私、もうそういうのは。かわいそうなおばさま、魔力を失ってしまったのね。うん、ある意味そうかも。青ざめた顔で引きつった笑みを浮かべる彼女は、五香玉木、あらゆる意味で私の育ての親であり、私の魔術の師であり、そしてかつての私でもある。先代の黒猫リノちゃん、それで何を書いていたんです？黒猫だと言っているでしょう。じゃあ黒猫ちゃん、よろしい。書いていたわけではないわ。先々代の私が書いたものを読み返していたのよ。あ、それは懐かしいですね。デスティニーレコードですか？ええ、私が読み返していたものはデスティニーレコード来世編。かつての私が来世に向けて記した運命の書。愛する人と結ばれるために必要な儀式が記されているのだが、おばさまはこの運命に従わなかった。それはまあ、それを書いた人の望みはすでに叶っていましたし。話の途中で騒がしい声が割り込んだ。キリネ、何このジーンズ、こんなの履けるわけないじゃん。え、マジで？ひなちゃん足太いんじゃないの？言ったな、言ってはならないことを。ごめんごめん、でもそれならダイエットすればいいじゃん。そういうレベルじゃないんだって。見てよこの絶望的なキツさ、足の長さも足りないし。あ、本当だ、もう新しいの買った方が早いね。これちくしょう、現役モデルに服なんか借りるんじゃなかった。この圧倒的な敗北感をどうすれば。この騒がしい豊島どもは高坂桐乃と五香ひなた、妙に仲がよく、よく二人一緒に出かけているようだ。話が途中だったわね、玉木おばさま。彼は彼女と結ばれた。でも私の解釈はそうじゃないの。だって彼女の魂は今やこの肉体に宿っているのだから。私はこの書に従って愛する者と契りを結ぶのよ。リノターン、リノターン。それってさ、お父さんと結婚するってこと？そんな子供じみた願望と一緒にしないでちょうだい。あんなおっさんじゃなくて私と結婚しようよ。抱きつかないでちょうだい。かわいすぎる。リノターン、リノターン。おいおい、泣かすなよ。何をやっているのあなたたちは。京介。よしよし、あのおばちゃん怖かったな。頭を優しく撫でてくれるそのぬくもりに、私はいつも当然としてしまうのだった。誰がおばちゃんだって。ねえ京介、儀式よ、口づけをしてちょうだい。
ふざけたことを言わないでちょうだい、リノ。その男は私の所有物よ。お前はまた大人げないことを。あなたは黙っていてちょうだい。さっきから聞いていれば、何が転生よ。だいたいまだ私が生きているのに、どうして私の魂があなたの肉体に宿っているの？知れたことだわ。先々代の黒猫よ、高貴なる堕天聖としての魂はすでにこの裏若き肉体へと転生しているの。そしてその老いた肉体はもはや空っぽの器に過ぎな。頬をつねられ、私は叫び声を上げてしまう。痛みには弱い肉体なのだ。まったく、誰に似たのかしら。間違いなくお前だ。本当に、どうしてこんなことになってしまったのでしょう。間違いなくお前の悪影響だ。ま、俺としては娘に好かれてて嬉しいけどな。あら、そう。なら、ちゃんと分からせてあげる。リノ、見ていなさい。どう？許せない。我が肉体に負の想念が集まっていく。おい、リノ？いいえ、リノではないわ。今の私は復讐の天使、闇猫よ。魂は時代へと継承され、歴史は繰り返す。この物語はフィクションであり、登場する人物、団体、その他名称とは一切関係ありません。大人の事情ね。